で、について昨日なんか学べたらなと思います。これね、あの慶応が好きなというか、近年割と見る機会が増えてきたかなっていう単語なんですよね。意味はなんだけれどもとかにもかかわらずってことで、まあ、英辞書なんかねいろいろ引いてみると、まあ、大体定義がこうぞとかいるぞっていう形で書かれてます。まあ、情報の福祉施設を作る従属接続詞なんていうね難しいこと言ってますけれども、なんだけど元々のこの単語のルーツをたどってみるとこの中に見えますよね、ビエント。実はですね、これまあ元々はその O っていうのに P イットっていうちょっと特殊な命令文の形が実はくっついたものなんですね。でそのためですね、 B および It っていう主語と動詞をもともとは含んでたっていうことから、後ろがですねその普通の従属接続詞とちょっと異なって形容詞句とか副詞句とかが続くようなちょっと省略された形が多い気がします。でちょっと硬いんですけどね。で実際に使われ方ちょっと見ていくと、2014年の大門慶応の大門1ですかね、ある単語の、まあ、定義なんですけれども、ドイツの研究者が、まあ、その心理的なものについてわーわー書いてるやつで、ダッシュ以下で書いてます。で、あ、メンタルコンディションだって説明してて、ロイゼンボーズスキッツフレニュー、昔ソニックユースっていうバンドがいて、そこで自分この単語を覚えましたけどね、まあ、統合失調症という意味ですけども、でここで、はい、出てきた OBA で後ろ見てくださいね、あら SV がないじゃないということで、で Far less severe symptoms、 はるかに、まあ、症状が軽いものなんだけど、その統合失調症に似た精神状態っていう部分になってますかね。章でなんと2020、2022とついこの間のやつもね出てきてます。2020、大門1位のしかもかなり上から3行目ぐらいでいきなり出てきてるという、 And that he provided his own useful で飽きた で sometimes misreading、 その中でって言われてもちょっとわかんないんですけれども、彼は自分がリーダーになるのに対して役に立った資質についてっていう話が書かれてます。だから行動としてはこれとこれなんだけれどっていう形でね、これもまた SV が欠けてますよ。で最後ですね、2022年の章の方でも My first listening economics 以下から A bit bizarre、 風変わりなという形が出てますので、つなげてはいるんだけどちょっと言い換える形になっていて、 SV が欠けるこいつなんだろうっていうのは、その文中で使われて、まあなんだけれどもにもかかわらずっていう情報の意味でね捉えるっていうもの、これら出てきてもね、なんかビビることはない、訂正なんだなと、情報なんだなと捉えてくれればよろしいかと思います。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you really know now The world is yours